皆さん、どうもどうも、よろしくたらまし、ドラゴンティーキャーです。では、本日はですね、大事なお知らせということで、休ませてもらおうかな、動画の投稿の方で、ね、思っております。最近ちょっと、とある変化がありまして、とある変化が、俺の左目の方にね、左目の方に、とある変化がありまして、ちょっとゲームできるはできるんですけどね、小さい文字とかが読めない状況になります。うん。なので、1時間おきにね、してもよかったんですけど、それだとちょっとね、楽しめないかな。完全に楽しめる形になってからまたやりたいと思う。おそらくですけど、4日から7日あたりで、ちょっとだけちゃうかなって、多分なんですけど、まあ無理だった時はまた後からやります。そんな感じで、なってるんですけど、こっからちょっと重い話になるんで、ちょっと重くなるかなって思うんで、そういうの嫌な方は、ここで、ポチッと、クリックして、どっかクリックして、戻ってください。で、ここから、重い話になります。左目の方ね、前、一度、手術したことあるんですけど、アトピー白内障というので、やらかして、全く見えんかった時期あったし、それでもやってはいたんですけどね、ゲームね。一人目見えへんなぁ思いながらやってたんですけど、あやく失明する寸前で、回避することができて、手術して、いけたんですけど、今回まだその、白内障の残ってた残滓、悪さして、ちょっと見えにくくなって思いますね。多少は見えるんですよ、多少は。ぼやけて。ぼやけてね。見やすい画面だったらいいんですけど、見やすいね。ゲームとかのね。何でもね、ものでもね。見えやすいね。その、キーボードとかあったらでも見えるんですけど、見てるね。ちょっとね、ぼやける、文字がぼやける時があって、それが何かっていうと、編集してる時もあったんですけど、小さい文字で、かつ、はっきりしない文字あるじゃないですか。文字というか、色。赤とか。小さい色ね。小さい文字の色。そこがぼやけて見えなくなるんで。それで、今回、休むという形になりました。一週間かな。多分ね。見積もって。その、眼科に、店に行った時にね、その、レーザーね、レーザーでやるか、吸引するかって言ってたんですけど、まだ、言えてなくて、紹介状もらってるんで、行くんですけど、まだ、その、行けてない状態なんで、どうなるかはわからないですね。重いんで、相当重いんで、ここら辺は。聞いてる方も覚悟して聞いてもらう必要があるんじゃないかな。まあそんな覚悟はいらんねんけどね。いらんねんけど。なので、そんな感じで今回はこの辺で終わらせていただこうかなと思います。では、ご視聴ね。ご清聴かね。ありがとうございました。まだ一週間後か、何ヶ月後か、それにはならんと思うけど。ご清聴ありがとうございました。ではまた次回、いつかお会いしましょう。アリュー、アリアス、グッバイ、サラダ。あ、いらっしゃる。